ああ、最近トロ上がらないわ。魚くせ。最近トロが上がらなくて辛いの。なんですって？このようにブロスタでトロが上がる技とかないかしら。魚くせ。これ奥さんしか知らない。どうもさん、最近は器用です。そしてあーです、あーわらです。はい、ということで、ですね、ちょっと最初茶番ですけどね、はい、ちょテレビショッピング風の茶番でございましたけど、果たしてあれテレビショッピングだったのかあのアメリカンのテレビショッピングはい、ということで、ね、今日はプロプレイヤーっていうかさ、ビタミン C が足りてない。いい、そう、いい、もうその話いいなんだろう、もう忘れちゃったじゃん、言うことプロ選手、プロ選手っていうか、ま、上手いプレイヤーが、はい、ま、やってる方法をね、大原がもうちょっと見つけちゃいましたと。イエーなんでアメリカなので、大原のトロフィー数が今25なんですよ。2500で、そのいや、死者5日は2600だよ。確かにそこのところちょっといや、ピマルさん高いですけどね、天ぷらさんも高いっていう。帰ろうかな1万超え、やばい。で、どうしたら、まあそのね、トロ上がるんですか、大原先生と。はい、任せてくださいどうやってやるの。実はですね、うん、当て方にはほんの少しだけコツがあるんですよ。コツがあるのね。目に髪が。髪長い、髪長い。チクチクした。なんかコツがあると。そう。だって、例えば皆さんは使ってるコルトとかさ、まあブルとかも、まあ立ち回りとエイムが大事じゃん。そうそう。この2つ。相手は常に止まってる状態なら、その、打つときはその方向に向ければいいだけなんですよ。はいはい、まあまあこうあったらここに打てばいいだけだよ。教官超えたら俺はこう打てばいいだけ。分かる、そんなん分かるわ。これは 100% だったじゃん。 100% だったじゃん。だけど、実際のプレイヤーは動くんですよ。分かりますよ。さっさとさっさ、俺こういうことだよね。俺頭狙ってくださいって、こういうことだね。そう、これで頭へたまぁ、できちゃうなやねこれです。で前に住んでる時にこうね、さっき言った後ろ打っても絶対に当たらないんですよ。確かに、こうすり抜けるもんね。じゃあこれ、分かりづらくね、これ。うん、図解してほうがいいね。まあ、そういうことです。そう、で、偏差値というワードがあります。偏差値？そう、初めて聞いたけど。まあ、FPS とかなんか、そういう系だと結構なんか使われてる。ロールとか？まあ、たまに。ああ。後輩がめちゃくちゃ使ってる。なるほどね。いや、大原ね、そのリーグオブレジェンドっていうさ、そのロール？ええね。めっちゃやってんだよ。だから、ブロスタもさ、なんか立ち回りとかも結構なんかうまいのよ。まあいいや、まあいいや。で、偏差値があります。偏差値、はい。相手が通りそうなところに向けて、照準を合わせておくっていう。あー、なるほど。サッカーとかバスケでもそうだよね。味方にパスするときちょっと前に出すみたいな。それそれです。それが偏差値。まあそんな感じ。なるほどね。あ、非常に分かる。俺の一言で今よかったわ、今。なので今回ですね、その偏差打ちっていうのが、そのゲーム FPS 界隈とかさ、まあ、ゲーム業界でもあるわけですよ。もろもろと。そうだよね。なので今日はこの偏差打ちを使ってデュオでショーダウンでトロ上げしていきたいと思います。これさ、エメラルドハントでも全然あるの、ありなの。まあ、その偏差打ち敵がいれば。そうだよね、そうだよね。ということで、じゃあ俺偏差打ち、例えばあのさ、はい、エルプリモとかフランクは偏差打ち関係ないじゃんとりあえず殴るとか、まあ、とりあえずこうじゃん。まあ一応あるっちゃあるけど、まあ、あるけど、あんまりって感じ。じゃあコルトとかがすごい分かりやすい。確かにコルトとか、あ、まあ、待って、俺ペニーいいじゃん。ペニーもそうだね。そうだ、俺ペニー好きで、マジでペニーハマってるよな。ペニーということで、いきたいと思います。何キャラ、いや俺多分今エコーつけた、今。はい、つけて、やって。じゃあ俺もアイムレディー、ポン。ちょっと最近、あー、でもジェシー出そうかなってことで、これ前もやったな。あ、でもいいでしょ、いいでしょ。前やったやつやんないなんて、そんな縛りある。確かに、ジェシーあげたいんですよ。あ、いきます。はい、誰、さあ来ました、さあ来ました。だから俺は相手が行きそうなところとか移動しそうなところに打っていく。例えば草むらにさ、向かってる敵がいたら多分草むら入るじゃん。そう、だから草むらに打つのもあり。そうこれさ、結構いちいち説明しながら難しいね。確かに、なんかこう相手ほんと行きそうなところを頭で理解してすぐ打たないとダメだから、うん、遅かったらダメだ。相手の位置を予測するって感じになるの。確かに、まあ減ります。これね、大原とこのね、ジェシーとペニーでよくやるんだけど、かなり強いんだよね。え、待って、相手倒しちゃって。いや、俺のやつは箱を伝って相手のところに届きはしないけど、まあいいか。いや、俺か、よし、待って、おっと、なんか、いや、右下いるね。右下いると思うんだよね。いや、ここやもん。いや、誰いるね。あー、危ないと思う。危ないと思う。痛い、危ない。え、でもそんなにコルトって、あ、え、死んだ。
死んだよ二人そんなことある一瞬俺でマイナス3でいくつあ、マイナス4か。いやいや最下位あのあれちょっと多分清原動画史上初最下位試合時間多分30秒ぐらいそう30秒もう一回いきますごめんなさいそれでいきますポチンやってましたやばってだから俺らね立ち回りが今さおちんぽんでしょそう今止まるな止まるな止まるな思考が完全に止まったよだから俺ら結構真ん中にいないとダメな人たちだね多分ねさあ離れてた俺もこっち取るから俺は上取りやすい OKOKOK でこれ倒すの時間かかるよしえ、待ってここさ何が重要なのかななんかその例えばシェリーとかに偏差打ちしていくと動いていきそうなところにとりあえず投げるちょっと先の位置を狙うとかはい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 なるほどねなるほどね待って俺らさ周りのドーナツに行ったらまず死ぬよねろくでもないことになりそうあっ OK 待って OK シェリーあいたいた俺当たった当たった素晴らしい俺は当たったあーもう逃げる待って、あのエルプリモとかいるかもしれないから送るもん俺たちもう絶対ドーナツから離れよ今ね3秒ぐらいドヤ顔してたよあ待ってあ通信が俺んちは通信が悪い通信が悪い待って俺らここにもいもっちゃダメいやそういうとこじゃないか待ってだからこういきますよだからあいきそうですはいはいこれあいきそうですああ当たった当たったいいんじゃないきそうですバイ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 このなんかこう草むらに入りそうなところとかをちょくちょく狙ってくんだよね。あ、オッケー、オッケー、オッケー。待ってエルプリモ、エルプリモね、俺得意で。お、はいはいはい、オッケー、オッケー。なんかね、この辺2頭がいたんだよ。はいはいはい。よし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 。いやオッケー、いるいるいる。はいはい。やばい、結構当たるぞ。この相手が来そうなここにもう打っちゃうとかね。こう打っちゃう。めちゃくちゃ強いエルプリモ。そう。おいいんじゃない？この迫撃この位置結構秀逸じゃね？オッケー。すごい。いいよいいよいいよ完璧完璧のペキよしよしあ怖いあ怖い怖いぞいや調子いいよ今のとこ調子いいよ調子いいからちょっとマジで負けたくないおいよしフランクいくあーなんかうぃー俺は漁夫乗り漁夫乗りあーすごい待って気をつけ危ない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 よ、やっぱジェシー・ペニー強くねいやー設置系やっぱ便利だねマジ強いマジ制圧できるもんマジでよいいねしかもなんかその動画で全部その僕の考えを言いながらやるってことが難しいからちょっとできなかったんだけどなんかある程度こう歩いてたらちょっとこの辺にとりあえず狙っとくだけでたまにぶつかってくれるんだよ普通にそのままなんか移動してってるところみたいなねそうそうめっちゃ噛んだわいい移動してるところを狙うみたいなそうもう一回いくもう一回ポンさあやってみましたいや俺、まあ、ペニーちょっとアイキャラにしようかなアイキャラおアイキャラにいきますバディンさあやってみましたやってみましたこっちはこれねミンツはその時間かかりますからね時間かかりますからティータイムに落ちますかティータイムティータイムですよコーヒーブレイクいやいやどうしようこうカットするかって悩むけどねあのカットしないかもしれないもしかしたらねもしかしたらするかもしれないもしかしたらしないかもしれないあ、やばいできましたいやいきますえっ、ー、と俺らあーやなんだけどこっちこっちさ あの上手早く取っていやー手早くちょっとこの辺ちょっと打っとくか一応取って俺ねあのほらあーそうや反射していくから反射していくから貫通っていうかな広がってくるからね三段だから俺下からエルプリもデデデーって出てくるでしょデデデーってエリババの手でよし OK ちょっと俺じゃ俺取っちゃうあいいじゃん真ん中行っちゃう真ん中行っちゃうね行っちゃうよはいはい変数当たっ当たれあ当たるんかあ待ってあ逆出るおおちょっとおおあ違うわ俺ねえ当たる当たる俺分かる分かる分かるこの感じこの感じこの感じねうわめっちゃ力が呼んでいるめっちゃ回復してるはいはいいいね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 はいおい待てああ取れてないか危ない危ない危ないいい当てていくはいはいあのちょく止まんのやめてまあでもね多分日本にサーバーない説とかあるんだよね日本にサーバーない説とかあるでしょ多分確かにうわー俺がおあありがてえ俺がやるうんどうしようかな残り3チームでしょね左上の方にねあぶねめっちゃ投げてるめっちゃ投げてる待って俺どうしようかな設置あるここに設置置いて
お、いいんじゃない、これいいんじゃない、これ右下から来る人だけ警戒しとけば。危ない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 、超危ない超危ない、うわ待って、うわ危ない、お、いいんじゃない、でもマジで危ない、イエーイ、ナイス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 、オッケーオッケー、え待って、倒せ、よし倒せた、冗談冗談、オッケーオッケー、倒せ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 、最後倒せ、俺一発撃て、イエーイ、やばくね、2連勝トロトロ14上がったぞ、この2分ぐらいで完璧完璧、いや俺やっぱ俺は天才だな本当に、カネ君も最強のコンビ、いやで大原うまいねやっぱりマジで、あ違うマジで、面白いよ、もう一回来たと思います、最後ポン、さあなんかこう動画がこうなんか、はい、長すぎてもあれじゃん、確かに3試合ぐらいがちょうどなんか見応えあっていいのかもしれない、まあこれ4試合目だっけ、4試合目最初最初30秒で終わったんだよセーフ、よし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 、はい、取っていく、いい、ね、待って、ま、俺らさ、え箱しかないやん、3つあるよ箱、2つ残りね、マジで俺結構多分早めだよね、どうだろうね、もう1200だから割と、あ上にも1個ある、オッケーオッケー、え、でも上誰か取ってみましょう、よし、うわブルがいる、ブルが、はい、ブルブルブル、えブル倒しちゃうよ、倒しちゃう、倒しちゃう、倒しちゃう、いやー素晴らしい、センキュー、はい、センキュー、5個あるよ、えやばくね、俺ら神回、神回じゃない、まさか3連勝3連勝したらもう神回でしょ、はい、だってああここで迫り来る Wi-Fi の恐怖、だって言ったらさ俺らさ、はい、勝つ方法、なんか変な人来ました、勝つ方法みたいな場所、なんか3人くらいなかった、設置どこで設置しようかな、この辺にいいね、だって勝つ方法の動画でさちゃんと勝てるってすごいかっこよくない、確かにね、危ない危ない、待ってくれ、いいね、あー任せろ、やれる、下いる、下、危ないね、よし、あ、おお、右いるな、あ、ごめん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 、最後最後死ぬ、あでもランクさん減らなければ問題ございません、そう俺らのもう名言だよね、もう減らなきゃいい、減らなきゃ減らないから、そう減らなきゃ減らない、そうそうはい、ということで今日はですね、こちら偏差打ちっていうんですか、トッププレイヤーとか、まあ、他のゲームのそういう大界隈系の上の人たちもやってると、狙う時のコツじゃないけど、はい、そうテクニックみたいな、なんでしょう、皆さんもやってね、こう、まあ、エイム、まあ、わかんないです、僕もちょっと上手くならなくちゃいけませんけれども頑張りたいと思います、まだチャンネル登録をお済みでない方、あ、ぜひおこちらの可能なんかちょっと違うんで、チャンネル登録していただけますね私たちのモチベーションがキュイーンと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録お願いします、そしてこちら、おすすめ動画ありますんで、まだ見てない方はぜひとも見てみてください、ということで、ありがとうございました。